お久しぶりです、店長です。じゃあ今日はですね、青森県の十和田湖にある十和田神社っていう神社があるんですが、僕それ知らなかったんですけど、すごいね、有名な、パワースポットらしいんですよ。で、僕神社好きなんで、でなおかつそのね、超パワースポットっていうことなんで、今までね、結構その奥入瀬渓流とかで十和田湖には行ってたんですが、一回もね、その十和田神社には行ったことないんで、今日ね、これから行ってみたいと思っております。じゃあもしよろしければ本日も最後までよろしくお願いします。で、今日なんですけども、これですね、今編集しているんですが、喋りながらですね、もちろんこれ走ってきたんですけど、音声がね、全部取れてませんでした。最初に音声取ってたんだけど、途中でブツって切れちゃって、でそれが途中からだったらまだ良かったんですけど、かなり最初、もう一番最初の方で切れちゃって、原因がちょっとよく分かんないんですけども、何の音声も取れてないんですよ。周辺の音とかも全然取れてなくて、でちょっとこれ後で、多分マイクが悪いと思うん で、すごい安物のマイク使ってるんですよ。当時200いくらで買ったんですけど、今ね500円くらいに値上がりしてるんですが、それとりあえず今日買いました。で、新しいの使ってね、もうやろうかなと思ってます。そんな高いもんじゃないんで。とりあえずね、覚えてる範囲とか、あとこういうこと話したなっていうので、ちょっといろいろ話していきますんで。で、今ですね、これは青森県の田子町っていう、青森県の最南端の町って言われてますけども、そこにいますね。で、そこから走り始めてる感じですね。で、この今峠越え、山越えて、これ八甲田なのかな、山越えて、十和田湖の方に行く感じなんですけど、これがですね、この道っていうのが、秋田県の鹿角市を途中で通過して、十和田湖っていうのが要は青森県と秋田県にまたがってるんで、そういうことになるんですけど、とりあえず今だから鹿角市方面に向かってる感じになりますね。で、すぐにその後また戻って、青森県に戻るのかな、青森県に戻って、十和田神社、十和田神社っていうのは十和田湖にね、女神像じゃない乙女像っていうのがあるんですけど、そこの隣にありました。で、全然知らなかったんですけど、でこれね、後取りなんでもう行っちゃいますけど、人がね、これはですね、今日が10月18日の月曜日で平日なんですけど、平日の割には結構人がいました。お昼ちょっと前くらいに着いたんですけど、平日だからね、全然人いないだろうなと思ったんですけど、結構いたのでびっくりしました。それで十和田湖っていうのはいろいろ、例えば船に乗ったりもできるし、アヒルのボートみたいなのもあるし、あとは単純に湖がすごい綺麗なんで湖見てる人もいるし、やっぱりその乙女像が有名なんで乙女像見てる人とかもいるんですけど、十和田神社はね、そこまで人あんまり行ってなかったですね。僕もちょっと知らなかったくらいなんで。ただ Google マップとかでコメント見ると結構1200とかついてたんで、そういうパワースポットが好きな人とかだったら好きな、知る人ぞ知るっていうかね、そういうところだと思います。僕は知りませんでしたけど、かなりね、有名なパワースポットみたいで、そんなに僕もパワースポット巡りするわけじゃないですけど、近くにね、1箇所くらいあればいいなっていうのは思ってたんで、今回ちょっと行った感じですね。で、ちょっと今これ見てもらえばわかると思いますけど、紅葉っていうかね、だんだんちょっと葉っぱも色づいてきてる感じですね。で、今日気温がね、この時でだいたい11度くらい、10度か11度くらいなんですよ。一応ね、最高気温14度で最低が4度っていう予報でしたけど、もうこうやって山の方に入ってくるとさらに下がりますん で、はっきり言って気温としてはもう冬の感じでしたね。前回の動画でハンドルカバーをつける動画っていうのをやったんですけど、で今日朝にもうあまりにも寒くて、ここ数日すごい寒いんですよ。だからあまりにも寒いんで、ハンドルカバープラスもうハンドルヒーター、去年5000円くらいで買った巻きつけるタイプ、簡易型のやつ、あれでも十分なんですよ。で、それを急遽急ぎで取り付けて、今装備としてはだからハンドルカバーとその中に巻きつけ型のハンドルヒーター、グリップヒーターで、プラスグローブは夏物のやつを使用してます。ですが夏物のやつでも全然、この2つ持ってればハンドルカバーとグリップヒーター2つ揃ってれば全然あったかくていけました。それで途中で、まず上半身がワークマンのイージスってやつ、去年から持ってるんですけど、今年もまた新バージョンが出たんでそれ買って、それすごいあったかいんですよ。で、去年のやつもね、あったかくてこれいいなと思って、
今年用の買って、それもすごいいいです今年のやつ。だからね、手と上半身はすごいあったかかったんだけど、やっぱりね、これ結局十和田湖に着くまでに、まあ、2、3時間、まあ、3時間近くは走ったんですけど、そうするとやっぱり足ですね、足と下半身は多少寒いなっていう感じはありました。ただ別に我慢できないくらいじゃなくて、まあ、1時間に1回くらい休みながらね、温まりながら行けば別にいいのかなっていう感じではありましたけど、ぶっ続けで行くんであれば多少寒いですね。だから僕が思ったのは、今回ね、ズボンの方は去年バージョンのイージスで行ったんですよ。今年バージョンのイージスも買ってあるんですけど、それだとね、裾をちょっと狭くするマジックテープみたいなのが去年のはついてるんだけど、今年のはついてなくて、そのせいで風が入ってくるんですよ。だからなんか止めるやつ使えばいいんだけど、それだと面倒くさいからってことで、今年バージョンはやめて去年バージョンのイージスで今日はね行ったんですけど、まあ風は確かに入ってこないけど、ちょっと寒い感じしました。だから今年バージョンのイージスだと、その点多分あったかいと思うんですよ。風さえ入ってこなければ今年の方が厚みがあっていいと思うんですけども、それでもね、やっぱりね、3時間くらい走ってると、まあ、ちょっと寒いかなっていうのは感じましたね。で、去年はその靴に関しては冬用の靴とかブーツじゃなくて、ワークマンの靴下の上にさらに履く靴下っていうのが去年売ってたんですよ。で、それ結構良くて、まあ、それで、まあ、かなり大丈夫だったんで、まあ、今年もね、それ家に残ってれば使いたいなと。そっちの方が安いんですよ。だから1000円くらいですよ。変にその買わなくても冬用ので、ただワークマンであれば冬用のその靴であっても、まあバイク用じゃないけども冬用の靴で多分 4,5 千円出せばすごいいいの買えるとは思いますけど、まあできるだけ僕も安く済ませたいんで、まあやるとしてもその靴下の上に履く靴下みたいなので済ませようかなと。だからその2つ、ズボンはだからね、そのパンツの下にさらになんかアンダーパンツ、昔でいうもも引きみたいな履けば、まあそれで十分じゃないかなっていうのを感じました。で、今これ映像でこの時ね、だんだん雨が降ってきたんですよ。で、今日ね、晴れの予定だったんだけど、まあ、こうやって雨が降ってきまして、そんなに強くはなかったけど、ワークマンの上下はどっちも防水なんですよ。だから、まあ、水は入ってこなかったけど、まあこれどうなんでしょうね、結局この温度で体温持ってかれないかなってっていうのをちょっと心配だったんですけど、まあそれはとりあえずは大丈夫だったんですけどね、そんなに長くは降らなかったんで、まあ大丈夫だったんですけど、まあそういうちょっと急な雨に降られてね、困ったなっていうのがありました。はい、じゃあ今ですね、これは峠を抜けまして、十和田湖を見下ろせる休憩所になります。で、ここでまあちょっとね、ヘルメットとかカメラとかを拭いて、濡れてたんでね、レンズとかにも水滴ついてたんで、それを拭いて再スタートって感じですね。で、ちょっとまあ本当は見えればいいんですけど、十和田湖をねちょっと見下ろせるような感じなんで、すごいね景色が良かったんですよ。で、天気も一応まあここまで来た時にはもう大体晴れてる感じで、非常にいい天気になってます。それで僕がですね、この道通ったことはあったんですけど、登ったことしかなかったんですよ。で、こういう風な感じで上から降りて十和田湖を見ながら降りたことなかったんで、まあ、これはこれでね、すごい綺麗だなって思いましたね。で、まあ、結構こういう秋の感じで、まあ、紅葉もちょっと綺麗な感じでなってるのかなって感じで、すごい良かったです。この道はちょっとおすすめですね。上からこうやって下に下がっていくっていうのね、非常におすすめでいいと思います。右側にね、十和田湖見えてると思うんですけど、これがやっぱりカメラでもまあ綺麗ですけども、やっぱり実際に自分でねバイク運転してみるとね、すごい感動すると思います。これ本当にね綺麗でした。はい、それじゃあ今度はですね、坂を下り切って左側に十和田湖が見える感じで道を走ってます。で、これね、このまままっすぐ行くともう乙女像とか、あと十和田神社、あともうちょっとで着きますね。上から見る景色も素晴らしいんですけども、こうやってすぐ近くでね見る十和田湖もね、すごい綺麗でした。非常にね、この左に十和田湖を見ながら走るっていうのもいいと思います。で、今ちょっと工事中みたいで、一部ねこういう砂利道で、まあ、走りにくく なってはいましたけど、普通の砂利道に比べれば全然走りやすい道だと思います。別にオフ車とかじゃなくてもね、全然問題なく走れる道だと思います。結構ね綺麗なんですよ、こうやって左側見ながら。
だこれもすごいいいですね。周りの車も意外とだから速度を緩めてゆっくり景色見ながら走ってる車が多い感じでした。ここ左みたいですね。あーでも人結構いますね。ちょっと気をつけながら。あれここいいのか言って、まあ、僕はあくまで神社が目的なんで神社行きますけど、ちょっと待ってね、駐車場がどこにあるんだ。はい、じゃあすいません、音声がねちょっとあそこまでで切れちゃってて、でね、さっき見た感じだとね、マイクじゃなくてもしかしたらねカメラの内部の問題かもしれないです。結局ねマイクを外して撮ってる動画とかも全然撮れてないんですよ。だから多分内部の問題だと思います。でね、この後にちょっと、まあ、ネタバレっつうか、この後にね次に奥入瀬渓流通る動画アップしようと思ってるんですけど、そっちはね音声取れてたんで、まあもしかしたらその内部がちょっとねおかしいのか分かんないですけど、今回ちょっと取れてない感じです。で今ねちょっと駐車場見つけるのに手間取りましたけど、今駐車場とりあえず見つけて、で一応ね前この前に食べ物屋さんあるんですけど、バラ焼きっていうのが一応十和田有名で、あとね十和田湖は秋田県にも面してるからきりたんぽの店もありました。で結構ね観光客の人も結構多いんで、ここら辺はね意外とにぎわってる感じですね。こっちまでは僕あんまり来てなかったんですけど、でとりあえずここでまず用意して歩く感じなんですけど、こっからね歩いてね、まあ、4分くらいって書いてましたね、乙女像が。で乙女像の隣に十和田神社があります。じゃあちょっとね砂浜の方に行ってみます。はい、じゃあねとりあえずバイク降りて乙女像と今回の目的の十和田神社にこれから向かいます。でね見た感じね、こういう商店とか食事どころっていうのはね、まあ、やってましたね。シャッター街とかじゃなくてちゃんと、まあ、シャッター閉まってる土産物屋もありましたけど、ちゃんと機能してる。で、まあ、この道が乙女像に一番近い道って書いてたんで、まあ、そのままこの道を行った感じですね。で結構人がこうやって多くて、でこういう通りすがる人とかもいて、でね音声がこれ途中でまたちょっと入ってたんで、途中でまた実際に生で撮った音声に切り替えようと思います。思ったよりね全然人がいますね。すいません、音声がね切り替わってねちょっと見苦しくて申し訳ありません。でね水がすごい綺麗なんですよ、すごい透明度が高くて。でこれもね昔僕が子供の時こんなに綺麗じゃなかったと思うんですよ。もともとは十和田湖っていうのはね透明度が高くて有名だったんですよ。だけどもねこんなに綺麗じゃなかった、これもうね本当に透明なんですよ。本当にそこまで完全に見えるくらい透明だから、こんなんじゃなかったけどなって感じですね。でこれ今鳥居があって、まあ、ちょっと鳥居行ったんですけども、ここでねまたね賽銭をね、賽銭用に小銭をたくさんね持ってきてるんですよ実は。だけどもバッグに忘れたっていうのを気づいて、まあ、今これお金出そうとしましたけどないんですよ、お金が。もう札束とあと100円玉しか。だからもうこれは代表して十和田神社に、まあ、お賽銭を入れようっていうことで、今とりあえず十和田神社に向かおうっていうことになりました。でねこれ今もう少しで今度は砂浜に行くんですけど、とりあえず一番メインのとこにお賽銭入れます。いや綺麗だよ、すげえ綺麗なんだけど、ほらめちゃくちゃ綺麗だとりあえずね乙女の像に行きますんで、で人が多いんでね、あんまり僕個人としては喋りたくないんだよね独り言言ってる人だと思われるからね。いやすげえな。これ多分ねこの時間帯からだとねホテルに泊まった人なんじゃないかな。いやすげえ。
こっちまでね車で入れないから、まあ、バイクで何度かね去年買ってから来てはいるんですけど、こっちまで来たことなかったからね、すごいね。今回はだから十和田神社が目的だから初めて来ましたけど、 いいとこっすね。ああ素晴らしい。この正面が乙女の像です。でここが、まあ、今回目的の十和田神社ですね。清流大権現だって。ですごいパワースポットらしいんですよ。でお金が100円。まあすごいパワースポットらしいんで、ちょっと代表で一番大きいところに、まあ、1000円入れましょうかね。そしたら、いやすげえな。しかしこっちの方はね人がいませんね。全然前に歩いてる人がいますけど、これ夜照明が焚かれるんだな多分な。これ夜来ても綺麗だと思いますよ。それああ夜来るのもいいんじゃないでしょうか。ただし泊まるんだったらいいけど、夜ね奥入瀬渓流とか通るのはちょっと怖いと思いますけどね。いいんじゃないですかこのパワースポット感は。確かにパワースポットかもしれないね。見えますか、結構木もでかい木が。ここが十和田神社。消毒はどこですか。こっち行くの。ちょっと順路が分かんないけどこっち行こう。こっちでしょ多分。本殿なんじゃねえのかな、違うのかな。鈴がねえぞ。ちょっと待って、エシャック、ちょっと待って、お金入れよう。エシャック、あ、やばい、再生入れちゃった。再生今入れたから2杯。拍手
御朱印帳。確かにすげえな。清流大権現におもさい銭入れてくわ。すごいっすね。いや、こんなとこあんだな。まあ一応ご挨拶っていうか拝んだんで、お守り欲しいんだけど、株芝神社のねお守りがまだあるんで、あれを終わったら、まあ、来年は十和田ね、ここのまた買いに行きましょうか。はい、じゃあね、こんな感じでとりあえず参拝終わりましたんで、あとはちょっともう動画がすごい長くなってると思うんで、今回はこれで切らせていただきます。で、次回大列渓流の動画アップしたいと思いますんで、よろしければそちらの方もどうぞよろしくお願いします。じゃあね、本日も最後までありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。では失礼します。